速稼塾の久保です。私の新生活保護の概念に対してコメントの方をたくさんいただきましてありがとうございました。今回も50件ほどのコメントをいただきましたんでね、すべてに動画で返信させていただきました。中にはね、長い文章もあって、これはこれで別のテーマで取り上げて一つの動画にまとめていこうと思います。皆さんからの、当事者からのね、お考えが私の政策にも生きると思いますし、必ずね、今すぐが無理でも新しい形の生活をこう作り上げていくと思うんですよ。そして大前提として私たちが捉えないといけないのは、生活保護費の財源は税金ではないってことです、ね、生活保護費の財源は国債なんですよ。だから財政出動といって国の借金でもないんですよ。生活保護費にはいくらいくらの予算を当てましたよっていうふうな財政出動の記録が国債ですから、まあ、ですんでね、生活保護を受けている方は誰の目をはばかることもなく堂々とお金使ってください。それこそですね、麻雀に行ったりね、パチンコに行ったりね、全然 OK ですよ。お酒飲んでも、私の考えはそうなんですよ。だってパチンコやね、お酒がダメって言うんだったらダメって言うんだったらですよ。じゃあアニメの DVD はどうですかとかね、宇宙戦艦ヤマト見に行っちゃダメなんですかとかね、そういうことになってくるわけですよ。ネットフリックスに加入しちゃダメなんですかってことになってくるわけですよ。だって何によって自分の人生を豊かにするかみんな違うわけですよ。それこそお酒を飲んだり麻雀をすることによって人生が 100% 楽しくなることもいるんですよ。もう本当にね、塞ぎ込んだ状況が精神的にものすごく明るくなってポジティブになって頑張るぞみたいな人もいるわけですよ。だからそれをね、やっぱりね、四六時中パチンコやってるみたいな言い方をする人もいるんですよ。逆に考えてですよ、生活保護の10万とか15万で毎日のようにパチンコできる人って、それはパチプロですよ。すごい能力ですよ。それはそれで大事にしないといけないと思いますよ。それこそね、パチンコが大好きな方も生活保護費もらったら最初の1日か2日でお金がなくなってもうできないんですよ。だからね、滅多にできてないってことなんですよ、それは。ね、サラリーマンや、お勤めになってる方がね、月収20万、30万もらってる方でも、パチンコ屋に通えないわけじゃないですか。やりたくても。お金がすぐなくなっちゃうんで。だからね、私の考えですよ。パチンコを責める方を責めるつもりはありませんけども、私の考えでは、生活保護費でパチンコをね、毎日のようにやる方っていうのは、これはいないと思いますよ、やっぱり。どう考えても。いるとしたらその人はパチンコで勝ちまくってる人なんですよ。だからそれはそれですごいじゃないですか。もう教えてもらいたいと思いますよね。どうやってパチンコ勝つんですかみたいなね。すごいんじゃないですかね、それは。ということでね、いろいろ勝手なことも言ってますけども、こういったことも込みでいろいろ考えながらこねくりまして新しいものを作っていきたいと思いますんで、異論反論いろいろあっていいと思います。ただ人の発言するコメントをしたくなくなるような、ね、空気を作るのだけはやめていこうと思いますんで、私もちょっとね、言葉が過ぎるときがありますけども、ご容赦いただきながら一緒に育っていきましょう。そして新しい時代の生活保護をね、なんとかいい形で作っていければなと思ってます。今この YouTube の活動だけなんですけども、いずれね、いずれ本当に法律を変えられるような力を手にできると思いますんで、その時ね、皆さんがこの法律を作ったんだっていうふうにね、誇れるように、今日の YouTube も見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、いつもコメントありがとうございます。今回もですね、新生活保護のシリーズの中で、まあ生活保護の偏見についてね、ちょっと私語ってみたんですけども、それについてコメントの方いただきましたんで、一件一件ね、読まさせていただきます。全部で50件ほどありましたんで、ちょっと時間いただきます。まずは五郎さんですね。現行の生活保護費では脱出するのは困難ですよと。あ、生活保護から脱出がね、困難ということですね。車がないと就職活動もできないよということですね。ですんでね、やっぱり新しい生活保護のスタイルを作っていかないといけないでしょうね、きっと。現在の生活保護制度って36年前に消費税もない時代に作られたものなんで、当然携帯電話はありませんから、いろんなものがね、現代向きではなくなってきてると思います。ぜひここにはですね、当事者の方が声を上げてほしいと思うんですよ。で、私は当事者ではないんですけども、でもあんまりですね、今の生活保護の制度は、これではね、健康で文化的な最低限の暮らしは送れないと思いますよ。まあでもこういうこと言うとね、ブラック労働で頑張ってらっしゃる方が、生活保護なんて何もしないでお金もらってんだから楽じゃないか、そのぐらいの金額でいいんだみたいなことを言う人いますけども、それがまた別の問題なんですよ。働いてお金が少ないっていうのは、それはそれで解決しましょうよ、そっちは。でも今回はね、生活保護のこの暮らしぶりってのが、ちょっとあまりにもね、切り詰めすぎで、とてもじゃないけども、これはね、健康で文化的な、それはね、ちょっと先進国日本の生活じゃないと私は思うんですよ。もちろんね、生活保護費で十分やっていけるよう何の不自由もないよって方が、大多数なら、
全然問題ないんですけども、私の目からそうは見えないんですよね。やっぱり生活保護に陥るにはそれだけの理由があると思いますし、やっぱりね、自助努力ができない方もいるんですよ。それはいろんな事情でね。だからそういうふうなところに根ざしたのが生活保護なのに、なぜかね、一般労働者の方は自分の暮らしと比べるわけですよ。そうではないんだってことを、私の目線で申し訳ないですけども、伝えていきたいなっていうのがね、この動画の趣旨でございますんで、まあ、いろんな意見、いただくのは結構なんですけどもね、生活保護の人に対する偏見はなくしてもらいたいと思います。同じようなね、私たちの同胞ですから、仲間ですから、貶めていいことは全くないですからね。ということで、しょっぱなから長くなりましたけども、次。新藤さんですね。まず生活保護と生活保護世帯は少し違いますねと。ほう。まず保護費の減少は、何これ？マルソ以下の政策？何これ？なんだこれ？マルソ以下って何ですかこれ？下げてどうすんだバカ。それと、特別定額給付金の時に不安要素として取り上げられたこともありましたが、収入認定、通称、何これ？召し上げ制度。なんだこれは？ちょっとすみません。私がね、見たことがない文字が並んでますね。こいつが保護者を苦しめてるし、何よりもやる気をどんどん削いでいるのです。仮に時給額15万、仕事支給14万なら、支給額は1、3万程度。もちろん、時給者なのであらゆる制限はつきっぱなし。つまり、時給額を大幅に超えないと、本人としては頑張った感がないのです。ひどいのが、おそらく、子供手当4ヶ月に一度の子育て世帯なら誰でももらえる給付すら、召し上げですと。生活保護者、個人、世帯は決して楽な生活を送っていないと言えます。明治時代の方ですかね、と。昔生活保護費で遊び三昧みたいな報道されてからでしょうね。これでしょうね。生活保護世帯はもっと過酷なのだと思いますよ。生活保護で、なんですかね。不正受給されてたりとかね、豪遊してる人っていうのは本当一部なんですよ。で、それを 100% なくすことは目指してるとは思いますけども、できません。100% その制度がパーフェクトに運用されることはないんですよ。だからといって、ほころびた部分を全体なんだっていうふうな言い方は、ちょっとね、あまりにも度が過ぎるかなと思いますんで、これはね、新藤さんと私同じ気持ちだと思います。ありがとうございます。次ですね。あ、新藤さん。久保さんご苦労様です。1月25日の産経新聞の世論調査を見ました方は若者が 60% 菅を支持していると、これ本当ですか？まあそういう事実あるでしょうね。世論調査ってのは何もね、一つだけやるわけじゃないんですよ。例えばね、60パターンぐらいの世論調査をして、その中で一番紙面にふさわしいと思ったものを掲載するわけですから、ボツになった原稿とかを全部見たらね、菅総理の支持率が 10% っていうのもあったと思いますよ。ちょっとこの辺はね、私未確認の情報なんでこの辺に留めさせてもらいますけども、若者が 60% を菅を支持しているもあるでしょうね、きっとね。それは冷静な視点で見ていけばいいんじゃないかなと思います。はい、次ですね。ちょっと長い名前なんで読まさせていただくの、ビッチさん。やあ、ビッチさん。はじめまして。初めてコメントを書かせていただきます。ありがとうございます。生活保護を受けています。ほう、貴重な意見が聞けそうです。代わりにいろいろと言っていただいてありがとうございます。9年前に重度のうつ病とパニック障害、不安障害、対人恐怖症と診断され、元旦那と別れて、祖母の家に子供3人連れて帰って、祖母と一緒に生活保護を受給する生活になりました。祖母は、祖父が27年前に私がまだ子供の頃に癌で亡くなりました。祖母が入院生活を脱してから、祖父が癌であることを私の親からは内々に知らされていて、末期だということも知らなくて、必死で、長いですね、ちょっとすいません。これはね、私が読みますんで、きちんとね、長く書いていただきましたので、これはね、コピーペーストとして私は、またね、別の、ところで読まさせていただきます。ありがとうございます。これはね、ちょっとすいません、今コピーペーストしてもらいますね。あ、ちょっとできないな。どうすりゃいいんだ。すいません。長く書いていただきましたね。これはね、貴重な意見ですね。これはね、メールでぜひいただきたいですね。次回何かね、申し送りありましたら私の方にメールをください。ありがとうございます。最後の方だけ読まさせていただきますね。ありのままの自分になることを分かりやすく説明をなぜしないのか、知ってるか知らないかをなぜ言わないのか、早く気づいてほしいです。荒稼ぎしている人はいずれ消えていく気がします。私は私しか今探しても知らない人ばかりというのを、無名の私の代わりに誰かに伝えてもらいたいこともあります。私が何を言っても叱られる、叩かれる、本来の自分の取り戻したい、もらいたいからです。久保さん本当にありがとうございます。長々とすいませんでした。そんなことないですよ。これね、必ず読まさせてもらいますんでね、今ね、これ動画撮影中なんで端折りますけども、大丈夫ですからね。きちんと
お気持ちは受け止めます。これね、ちょっとコピーして、私のね、ノートの方に書かせてもらいますね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。以上でございますね。はい。ありがとうございます。また読まさせてもらいますね。次。生活保護を受けるにあたって、車を持っていてもいいようにするべきだ。これね、車持てるんですよ。持てるんだけど、全員ではないです。これが生活に必要だと認められれば持てます。ただ私の言うね、車を持っていい条件っていうのは、5年落ちの軽自動車だったら無条件で OK ぐらいから始めてもらいたいなと思ってるんですよ。この辺はいかがですかね。はい、次。保護家の制度は絶対変えるべきだ。そうですよね。やっぱ今の時代に即したように変えていきましょうね。とりあえず生活保護の支給金額が少なすぎるんで、30万少なくとも出さないといけないんじゃないですか。あ、久保さんが言ってるのに賛同します。ありがとうございます。賛同されない方もいますけども、いろんな意見があっていいと思うんですよ。そしてそれをこねくり回して新しい生活保護制度にできればなと思っております。丸裸にされて、日向で生きるのが生活保護。はあ、これはどういう意味なのかちょっとわかりませんけども、コメントありがとうございます。マシコさんいつもありがとうございます。新生活保護が今こそ考える時だと思います。そうでしょ？なぜか今の世の中に合っていないご隠居様の考えで、今から大事だと思います。現在の形、今日朝やっとテレビで見た、特だね、発信していた。なぜ国は金出さない、生きるために午後8時以降、時間要請受けない店、ああなる。今日のあれですね、はい。アルバイトの仕送りもいろいろと困ってますよね、皆さんね。はい。私たち国民が声を上げないと、こういう現状は変わらないと思いますんで、これからも頑張っていきましょう。ゆかさん。そうなんですね。初めて聞きました。ありがとうございます。あ、ゆかさんもありがとうございます。もこさん。病院に何件も通わないといけません。病気を治して仕事に復帰したいと思って保護を受けたのに、パスしか使えません。そうですよね。腰を痛めているので、バス停まで歩くのがやっとで、病院も行きたくなくなります。そうなんですよ。だから医療費が、ただになるからって全然美味しくないんですよ。だって病院なんて行きたくないし、病気なんてかかんないのが一番じゃないですか。うん。だからね、医療費がただだから、得だよねっていう考え方は全然違いますよ。そんなところただになっても嬉しくないですよ。毎日の食費がただになったらね、叩かれてもしょうがないと思いますけどね。そうではないでわけですから。はい。次、もこさん。生活保護を受けています。確かに医療費は無料です。家賃も3万5千円しか出ません。光熱費も食費もいるので全く足りません。そうですよね。足りないですよね。だって10万とか15万で私絶対暮らしていけないですし、そんな暮らししたくないですからね。だから私がもし生活保護を受けるような権利が今はね、急に飛び込んできても受けないと思います。自分でビジネスして、健康で楽しく稼いでしっかり使った方がいいと思いますからね。多分生活保護を受けてるからいらっしゃる方も、そういった暮らしの方がいいなと望んでるんだけども、いろんな事情でできないっていうね、そう複雑な思い抱えていらっしゃると思うんですよ。だからそういうことをおもんぱかってね、あんまり叩くべきではないと思うんですよ。一人一人違う暮らし方は尊重されるべきだと思いますから。車半年間持っているだけの許可をもらいました。お、でも使用の許可は出ません。スマホの代金が支払えないほどです。もこもこさん、そうか、ありがとうございます。コメント、車を半年間持てるってことは、今車あるのに申請できてってことですよねと。岐阜県では車を持っているだけでも話も聞いてくれないと。車の廃車証明書を提出して言われるよということですね。うん、五郎さんね。まあ現状はそうなんでしょうけども、やっぱりね、当事者がね、車がなければやっていけないんだってことを声を上げていくと、生活保護を受けてる方のその苦しみとかっていうのはね、少しずつ伝わっていくと思うんですよ。窓口の人も鬼じゃないですからね。うん、やっぱり、なんとか出してあげたいと思ってらっしゃる方もいるわけですよ。その意地悪でね、生活保護を全部突っ返そうと思って頑張ってる方ってあんまりいないと思いますよ。やっぱ一定のノルマなり、数字目標とかあって、5人通して3人落とすみたいなことがね、まずはあると思うんですよ。でも、声を上げることによって、これはもっともっと詳しく見てね、今は時代が変わってコロナってのもあるから、生活保護はもっともっと緩和していかないと、本当に救われない命があるよっていう風な、そういう風なね、部局の中の話し合いになっていくと思うんですよ。で、私もそういう提言ね、どんどんしていこうと思いますからね。ぜひね、ここにコメント書いていただくだけではなくて、もう生活保護は変えていかないとダメだよってことを、当事者の方とかね、当事者の事情を知ってる方が声を上げていければなと思っております。よろしくお願いします。浅香はじめさん、いつもありがとうございます。ご参加お疲れ様です。はじめです。おはようございます。突然ですが、私は以前、新潟県にいました時、事情がありまして生活保護を受けていました。おう。私、また、今から、約13年前、実家が火事で燃えてしまいました。ああ、大変ですね、これは。私が当時、仕事の出張で、
横浜で寝泊まりをしていた時に火事になりまして、私の小学校の卒業アルバムから中学の卒業アルバム、高校のアルバムと小学校時代の写真みな燃えてしまいました。結局原因は電気系統の火災ということでした。また私は現在土木会社の寮のアパートで生活しています。また久保哲郎さん、お互いにコロナ気をつけていきましょう。いつもコメントありがとうございます。生活保護からね、まあ、いわゆる辞めて生活保護を抜け出して今の暮らしになったってことですよね。やっぱりいいと思います。生活保護ってね、やっぱりね、曜日で言ったら日曜日みたいなもんなんですよ。ちょっと休憩するんですよ。誰でも休憩はあります。でもたまに休憩なしで働く人もいるんですよ。だから疲れたら休みましょう。で、生活保護は権利なんで堂々と受けましょう。で、堂々と受けるべき権利が今の時代に即さなくなってきたんで、生活保護の拡充をね、私は考えてるんですよ。次ですね、太田さん、生活保護受給者の死因は1、老衰、2、自殺。この辺の資料は現在ググっても出てきません。老衰は誰にでも訪れるので除外して、生活保護受給者それに至った経緯があり、自業自得、因果合法であるからさっさと死んでくれと言わんばかりです。そうなんですよね。これね、データはデータであるんですよね。でも私はね、やっぱりね、こういうふうな YouTube のコメント欄を通じて、私に対して訴えかけてくださる方のデータを今ね、欲しいなと思っているところですよね。いろいろとありがとうございます。まさかりさん、生活保護費のうち、生活費である生活扶養費が7万で、実際に小遣いみたいに使えるのは2万ぐらいですね、と。久保さんの言う通りに、毎月35万以上はないと、現代の経済に沿った健康で文化的な生活を送りにくいですね。そうでしょ？そうですよ。だって、35万って決してね、多い金額じゃないと思うんですよ、私は。この現代。ね、35万って、それだけ需要を動かすわけですから、だって、毎月35万使うようなね、消費者さんがいらっしゃったら、どれだけの会社がね、儲かると思ってるんだってことなんですよ。で、結果、労働者も給料増えるわけじゃないですか。私はね、35万ぐらいは全然問題ないと思いますよ。だって、平均的な年収420万とかでしょ？トントンかそれ以下じゃないですか。毎月35万もらったとしてもね。そんなに大きい金額じゃないですよ。で、ここで新しい問題があるんですよ。一生懸命働いても、15万とか20万しか支給されない給与体系。ここについては、これは別でね、メスを入れていかないといけないと思います。まあ、それについては私はあんまり興味がないんで、すいません。私は取り上げないですけども、誰かね、この労働環境でこの給料はおかしいって方は、ぜひ私みたいに、ちょっとね、チャンネルを立ち上げてもらいたいと思います。私も参加させてもらいます。で、日払いのバイトなんかで稼ぎたくても、基礎控除で15万以上になると、差額分を次の保護費から引かれてしまいますよね、と。だから日払いのバイトが残業なしで2日以上は出勤できないという、小遣いの一部しか稼げないという悪循環。茶封筒でもらうような仕事をするしかないですね。おさむさん、僕も11万でカツカツです。20万欲しいですよ。そうでしょ？だから20万欲しいですよ。多分ね、これ文章にして書いてくださったのをおさむさん、生涯初めてなんじゃないですか。勝手なこと言って申し訳ないですけども、これをね、いろんなところに言ったり書いたりしていきましょう。私もね、私は37万って言ってるんですよ。ね、自分で生活を受けてないのに、いや、生活保護の人37万くらいのダメでしょって言ってるんで、ぜひね、当事者の方は20万と言わずにね、30万、40万というふうにね、もっともっと欲張ってください。全然贅沢じゃないです。そんな金額は。30万、40万なんてのはね。やっぱ男一匹って言ったら変ですけども、男一匹生きていくのに、30万、40万毎月使わないと。それは自分の見識も広がらないし、人脈も作れないし、なんかおしゃれな服も着れないしね、美味しいものも食べられないし、健康で文化的な暮らしってのは、そういうことだと思うんですよ。だからといって今ね、すごく惨めな暮らしをしてるっていうふうに卑下するつもりありませんか？そこは誤解なく。もうこの制度がもう時代に合わなくなってきたってことを私はどうしても言いたいんですよ。まさかりさん、生活保護を戦う暇があるなら、朝を5分にかけてきっちりと。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。どうもいつもありがとうございます。久保さんって本当に尊敬します。なるほどと思います。私も考え方随分変わりました。説得力がある、迫力がある言い方が好きです。ありがとうございます。恐縮です。やっぱりね、こんなこと言われたら、ちょっと嬉しいですけども、私も言い過ぎないようにちょっと気をつけていきます。明日の極み、生活保護費は年々減らされてるみたいだね。そうなんですよ。海外と比べて日本は変な風潮が根付いているよね。これは我々日本人のせいですからね。誰一人、他人事ではいられないです。私たちが日本の文化を作ってます。ということですね。私も気をつけていかないと。太田さん、
海外といっても先進国中ですよね。まあそうですよね。中華を除いて。米国は一回きりの生活保護だが、復活のチャンスはある。オランダはそもそも正社員はクビにできない。日本は自殺してくれるだろうという期待を前提に飼い殺し。うん、だから私たちは黙らずに制度を変えていくために動いていかないといけないですよね。うん、だからね、この生活保護にメスを入れる政治家さんがいらっしゃらないんだったら、自分が生活保護の、その制度を変える政治家になっていかないといけないなと思うんで、私もね、この活動を始めてるわけですよ。だからこのまま私は生活保護で、N 国党みたいにね、生活保護を一新するぞみたいな党を作るかもしれないですけども、ただ、日本人の全人口から比べると、生活保護を受けてる方って少ないんで、多分、私は当選しないと思います。ですんでね、別の公約をもとに当選して、そして生活保護っていうマニフェストも一部入れておくみたいな形になるかもしれないですね。岡田さん、そうなんですね。私も生活保護受けてます。体調が悪くて受けてます。おー、なるほど。お疲れ様です。お大事にされてくださいね。コメントありがとうございます。岡田さん、体調の悪い方は別ですから、そんな方にはサポート賛成ですよと。私も鬼ではありませんから、自分も生活保護を2回から3回かからせていただきましたから。岡田さん、頑張ってくださいね。ああ、よかったですね。いい関係が生まれてますね。はい。山本さん、おっしゃる通りですね。60年以上も前の、60年も前なんだ。以上の前の法律を使っていること自体おかしいですね。頑張ってください。36年じゃなくて60年だったんですね。はい。松岡さん、いつもありがとうございます。先生おはようございます。ためになる動画ありがとうございます。ますます自分、自治体は7万切れます。だからこそ鑑定メールします。これからもよろしくお願いします。はい。これからもよろしくお願いします。生活保護のサポート反対。ああ、そういう意見もあるでしょうね、当然ね。実態は調べてください。私はあんまり調べません。申し訳ございませんが、調べたところ、うちの近所の方、パチンコ屋さんギャブに通っていて、見ていられないです。中川さんのお気持ちに食いをさせて申し訳ないんですけども、パチンコ屋さんに毎日通える生活保護の方って相当パチンコで勝ってる人だと思うんですよ。多分、2、3日でお金なくなっちゃって、生活保護費だけじゃ全然パチンコできないんじゃないかなと思うんですよ。うん、だからね、私ね、生活保護をもらいながら、毎日のようにギャンブル行ったり、毎日のようにお酒飲む人ってのは、これはこれですごい能力だと思うんで、ぜひその暮らしをね、送ってもらいたいと思いますし、その能力をね、広めていただきたいと思うんですよ。うん。だって、パチンコ屋に行ってるって言っても多分ね、1日か2日か、本当に娯楽の程度しかできないはずですよ。だって、月収30万、40万の人だって、パチンコ屋に毎日行けるかって言ったら、お金なくなっちゃうんで行けないですからね。パチプロかって話ですよ。毎日のように言ってる方は。まあですんで、こういうイメージなのかなって私は思うんですけども、どうなんでしょうかね。それとも同じ人が言ってるんじゃなくって、いろんな人が言ってるのが、なんか、つうか、すごいですね。生活保護の方がパチンコに行ってるってことが、わかるのがすごいですよね。俺生活保護でパチンコやってんだ、みたいなことを言ってるってことなのかな、当事者の方が。もしくは、この中川さんが調べたんですかね。うん、まあ、調べたところって書いてますね。いや、こういうの別に調べなくてもいいんじゃないですか。うん、まあでも調べる方もいるでしょうけどもね。ああ、なるほどね。はい。わかりました。中川さんのお気持ちも、でも本当にごもっともだと思います。客観的に見たらね。うん。私はまあ、どちらかというと、自分以外のことにあんまり興味がないんで、誰がパチンコやろうがギャンブルやろうがいいんじゃないのと思いますしね。そうすることによってパチンコ屋さんの給料上がって、ギャンブル場の方の、なんですか、雇用が守られて、いいんじゃないかな、とぐらいにしか思わないんですよね。またね、なんか、中川さんいろいろ分かったら教えてください。ありがとうございます。山本さん、大半は病気の方、身体的ハンデを抱え苦しんでいる方だと思います。そうですね。一部の方がパチンコやるんですけども、まあ、パチンコやる余剰資金なんてないですよね。生活保護の11万とかじゃ。山本さん、私も生活保護にかかったことありますが、結局は最後は自分で乗り越えるのです。私も誰も助けてくれませんでした。まあそういう体験もあるでしょうけども、助けてくださる方もいるんじゃないですかね。最後のコメント返信ですが、こちらで口論しても仕方がないし、感性もあるので、すいません、私はそんな意見です。そうですね。意見は意見でいいと思うんですよ。だからなんか潰し合うようなことはしないようにしていきましょう。だから、違う意見だよっていうのはね、いいんですよ。私はこういう意見です。あなたはそういう意見です。OK なんですよ。あなたの言うことおかしいですよ。うわ、ちょっとやめましょうね。私も口が過ぎないように気をつけます。ダップさん、私も生活保護を受けたいのですが、実家暮らしですので受けられません。生活保護の不正受給などは、すぐ報告してください。甘い考えを捨てましょう。生活保護の不正受給ってなくならないと思うんで、それはほっときましょう。不正受給を私も進めてるわけじゃないですからね。
ただ生活保護の要件があまりにもちょっとね低いんで、改善していかないといけないなと思うのと、はっきり言って今の生活保護ね、不正受給する労力をかけるぐらいの価値はないと思いますよ。こんな生活保護のオンボロ制度だったら、これ古すぎますよ。生活保護の制度、こんなねお金だけじゃないけども毎月10万とか15万もらうために不正に労力をかけるなんてのはね、もうそういう風なねパフォーマンスの悪い人はほっときゃいいんじゃないですかね、うん、だって生活保護ってまともに受けようと思ってもものすごい大変ですよと私は思うんですよ。不正受給をやるってことは多分ね、不正受給する労力でビジネスしたらもっと儲かると思うんで、多分ね、不正受給をする人ってあんまり頭が良くないのかなと思っちゃいますよね。効率悪いもの、不正受給してまで生活保護を通すのって、私はそう思うんですよ。あとまあいつも思うんですけども、不正受給があるとしたらそれはね、犯行をした役所の人の責任でそっちを追及するべきなんですよ。ザルなわけですから制度が、うん、だから不正受給がないような役所の、なんですかね、認定官ですよね、うん、ちゃんとより分ける目を持った人が審査に当たるべきかなと思って、そっちの方私はねちょっとね糾弾したいよなと思っちゃうんですよね。大住さん、久保さん、僕は生活保護をもらってて周りから卑下されたりしたことありませんね。逆に意見してありますよ。ああ、いいじゃないですか。多分ね、すごくいい人間関係に恵まれてると思うんですよ。生活保護をもらってるからっていちいち目くずら立てる人と付き合わなくていいと思いますよ。そういうなんか古い人はね西村さん、生活保護が生命保険と保険等も用いれば受けられるのです。まあそうでしょうね。うん、だからそれも変えていきましょうよ。別に生活保護を受けてる人がね、生命保険入ろうが車持とうが健康で文化的な暮らしならいいじゃないですか。なんだったら貯金もしてもいいと思いますし、なんかね、週に1回野球見に行ってもいいと思うんですよ。それって贅沢ですかね。なんか趣味を持ったり釣りに行ったり映画に行ったりね、友達とカラオケ行ったりするって贅沢なんですかね。そういうのは生活保護を受けてる人はやっちゃいけないんですかね。生命保険ぐらいも当たり前に入ればいいんじゃないですか。そういうふうな制度に私はしていきたいなと思うんですよ。現時点ではね、西村さんの言う通りダメなんでしょうね。うん、私はちょっとね、今の生活保護はダメだと思いますよ。もっともっと自由で豊かにしていかないと。次です。ゆうきさん、おはようございます。久保さん、生活保護を受けている人は多数の人が病気の人です。いろいろな障害者ですよと。ただしおかしい人が生活保護を受けている、これは片山作詞と、瀬子さん、これね、はい、これそうなんですよ。うん、そうですね、いろんな見方がありますね。これちょっとね、全部読むのはちょっと差し控えます。私目でパーッと読んでですね、今確認しました。いろんな意見があると思いますけども、新しい生活保護の形を作るときにね、こういったものも組み入れながらやっていきましょう。まあ要するにね、生活保護ってっていう制度がもうすでに古いんですよ、今のが。だからどん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 毎年のようにカスタマイズしていって、生活保護を受けてる方でも本当に自由で文化的な暮らしを送ってね、将来のあるような夢の持てるような人生をそこに作っていくべきなんじゃないかなと思うんですよ。まさに生活の保護なわけですから。今多分生活保護はされてないと思いますよ。言ってみれば食べて寝るだけみたいなね、そんな暮らしがそこにあるのかなと。あと国民の圧力ですよね。生活保護を受けてる方はただでお金をもらってるみたいなね、そんなおかしな見方があるからいけないんですよ。生存権というのがありますから、働いている方も働いていない方も自分一人の人生を豊かに過ごす権利はあるんですよ。これ国が保障してるわけですよ。だから生活保護を受けるのも全然堂々と受けていいと思いますし、こんな生活保護やってらんないよっていうふうに暴動起こしてもいいぐらいの勢いですよ。だって不足してますよ、生活保護の今の制度は。全然足りないと思います。はい、ありがとうございます。穏やかな人の気持ちが今一番大切ですねと。ネットや下見などの世の中になればいいですねと。頑張ってください。山本さん、ありがとうございます。チョイマンさん、こっちの地域は相変わらず条件が厳しすぎてなかなか生活保護を受けられません。今は現状維持で給付金が出ることを願うばかりです。生活保護の制度は地域によって違いますんでね、生活保護を受けやすいような地域にしていくか、まあなんかやっぱり運動を起こさないといけないですよね。大住さん、生活保護を受けようとするなら、わずかの資産でも持ってるとダメですよ。これね、資産はね、だいぶ緩和されたみたいですね。これはいいよ、あれはいいよっていう風になってきてるみたいですね。こういう風な私たちが今やってる運動っていうのも、その一つのお力になれるんじゃないかなと思います。
チョイマンさん、コメントありがとうございます。自分は生活困窮者なので、わずかな資産というものがありません。貯金もなければ財布の中はわずかな小銭だけです。今は生きていくのがやっとですと。おお、ですよね。それでしたら方が受けれるはずですよと。家は借家かアパートですが、全く資産がなくて援助。あ、これはちょっと個人的なやり取りになってますね。はい、プライベートなことが出てきそうなんで、パッと行きましょうか。はい、ありがとうございます。ちょっとすいませんね。これは個人的なやり取りになってきてますね。まちこさんもいつもありがとうございます。まだ続いてますね。このね、コメントの中でね、自由活発のコミュニケーションが起きるのはいいことだと思いますけども、なんかそういう場所とかを設けられたらいいなと思いますね。はい、もうちょっとで終わっちゃうのかな。サトシさん、生活保護や国民が払ってきている税金から知られているのではなかったのですか？知らなかったのです。久保さんの動画を見て参考になりました。またこれからも生活保護の情報を手にしたときは動画よろしくお願いします。生活保護費は税金からではないです。国債です。というか、私たちの、なんですかね、一般会計予算ってのはほとんど国債、要するに、財政出動によって賄われてるんですよ。で、私たちの税金っていうのは、再分配するために、回収されてるわけではないんですよね。回収のために回収されてるんですよ。ちょっとこの辺もね、よくね、お話ししないといけないんですけども、国が国民から取り上げるのが税金です。国が国民に分配するのが財政出動です。税金が巡り巡って予算になってるわけじゃないんですよ。だからこれがね、今までの、私も含めての間違いなんですけども、我々の税金の血税がね、国会議員さんの給料になっていたりとか、公共事業の費用になっていたりとか、生活保護になっているっていうのは全くの違いますからね。これはミスリードです。池上彰さんも、これを間違いをずっとね、知らせてますね。あ、大住さん、生活保護費は国債でできてるんですよと、皆さんの税金で出ていると誤解してる国民が何と多いか。これはね、誤解してもしょうがないんですよ。池上彰さんが余計なこと言ってるわけですからね。っていうか、やっぱ国民もそういう認識だったですからね。で、最後、ちょっとね、コメントには現れてませんけども、こういう一行がついてます。山本さんから、あなたのような方が大勢いれば保護法も変わります。理解を深めていきましょう。素晴らしい、心ですと書いてますね。はい、皆さんありがとうございました。まさにその通りなんですよね。